はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやります。今日はね、お昼やって夜もちょっとやる予定なんで、ぜひ夜も見ていただけたらと思うんですけど、皆さん多分もうお昼ご飯の方もいらっしゃったら、まだちょっとお仕事中の方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんいかがお過ごしですか？私はね、午前中2時間頑張りまして、なんとか頑張ったよ、イエーイ。まあ本当にちょっとだけど進みましたんでね、ちょっと嬉しい限りでございます。まあね、この配信終わったらね、あの昼ご飯を食べようと思っているところです。みんな今日のお昼何ですか？あたいは鮭、大好きな鮭でございます。私困ったら鮭食べてるんだよね。食べ過ぎだと思うんだけどねそうそう、さて明太子のおにぎりが目の前にあります。あ、いいじゃん。うどんにフライドポテト入れたの？どういう組み合わせ？家でやったんかな、それは。外だったらどこでそれが実現するんだろうか。でもあれかな、例えばマックで、マックとかなんかモスバーガーとかのファーストフード店のフライドポテト持ち帰りで買って、家に帰ってうどんを茹でて食べるか、レトルトじゃない、インスタント麺のうどんに入れて食べるか、どっちかかな。あ、ポテトそばってあるんだ。やっべ、知らなかった。あれかな、コロッケそばみたいな感じかな。でも私最近じゃないな、あの2ヶ月ぐらい前なんだけど、なんか今年2ヶ月ぐらい前なんだけど、お蕎麦屋さんに行った時にコロッケそばってあって、何コロッケとそばの組み合わせすごいなって思って、でもコロッケ食べたかったんだけど、でもなんか私割と揚げ物はサクサクで食べたいからさ、そう、あの別々で頼んだというか、別々で頼んだんだっけ、セットにしてなんかお皿だけ変えてくださいみたいな風に頼んだんだっけ、忘れたんですけど、そういうことをしたことがある。コロッケとそばの組み合わせが私の中で未知だったからさ、これからマック食べる予定です。いいな。マック何食べますか？あの軸を超えるやつじゃなくて、私いつも軸を超えるやつって言うけど、あのなんか時を遡るね、一緒か、忘れたあ、でもコロッケそば定番だよっていう方もいらっしゃるね。そう、私の中で本当未知すぎたから、そうそう、まあでも私も丸亀製麺とか花丸うどんとかよくうどん屋さん行くんですけど、チェーン店のそこ行ったら大体唐揚げか鶏天かは頼んでますね。ピラフ食べました。いいな。何ピラフでしょうか。いや、何ピラフじゃないか、ピラフは別に。でもマックってあれじゃない、明日か今日ぐらいにあれだよね、三角いちごチョコパイが、ん、三角んんが発売されますよね。そう、欲張りいちご、私がいちごのパイまた食べたいなって思ったら出たやつ、あれ食べたいな。そう、三角チョコパイ欲張りいちごでございます。そうそうそう、これは結局中身何が入ってるんだい。いちごの豊かなストロベリーチョコクリームとストロベリージャム、そしてほーん、いちごの風味をつけた何層にも重ねたサクサクした食感のパイで、あーなるほどね、すごそうすごそうっていうか実際すごいんだけど、食べたいな。
マジで私マックフルーリーのオレオクッキーを本当いつか食べたいんですよ。早く食べろって思うんだけどね、もうずっと言ってるから早く食べないよって思うんだけど、そうそうそう、なかなかねマック行く機会がないから私。そうそう、まあ、大体マックはほんと月見バーガーの時に行くぐらいだからさ、なかなかね。私はマックって呼んでる。あれだよね、関西の方はマクドって言うんでしょ。そう、私は愛媛は愛媛はまあ人にもよると思うけど、私はマック呼びですね。あとセブンイレブンはセブンです。まあなんかやっぱ定期的にこの話にはなるけどね。他さ、なんかそういうなんか略して呼ぶやつあるっけ、会社名を。あるかな。ケンタッキーとかかな。でもケンタッキーはケンタッキーだな。まあ、ケンタッキー行かないけどね。あ、ファミリーマート、ファミマはファミマですね。でもファミマ以外ってあるん？ファミリーファミリーさすがにそんなことないか。あー、びっくりドンキーは私なんていう、ドンキーかな、ドンキーですわ。え？違うかな、びっくりドンキーはびっくりドンキーって呼ぶ気がする。あんまりびっくりドンキー行くことないんですけど。そうね、ドンキーは完全にドンキホーテだからな私の中で。そう、いろんなものがお値打ち価格で手に入るドンキホーテでございます。あとサンリオグッズよく売ってる、ありがてえ。あ、ユニバー、ユニバーですね。そう、ユニバーサルスタジオジャパンねのことを私ユニバーって呼んでるんだけど、あとあるかね、そういうの。私やっぱそうびっくりドンキー行ったらほんとサンリオグッズはね見ちゃいますね。だいたい絶対コーナーあるから、あのそこでランダムグッズたまに買ったりとかするし、結構あとステッカー、キャラクターのステッカーもね見ちゃうんですよついつい。それであーこれいいなって思ってね買っちゃうんだよね。ドンキー行ったら買っちゃう。そう、結構そのサンリオのランダムグッズは私ドンキで買ってること多いですね。そうそう、
まあそう、本当に大体サンリオショップかドン・キホーテ、ドン・キで買ってます。絆創膏の呼び方が全国的に違う。これよく話に出るネタ。あー、でもうち絆創膏って呼ぶわ。でもあれってあれなんでしょあれってどれなんだよ。なんか商品名で違うんだっけ。カット版とか、私でも昔カット版と絆創膏どっちも言ってたんだよね。そう、でも違いって何なんだろうって思って、多分商品名の違いだったんだけど。そう、商品名で違うんだよね。それだったらうちケアリーブなんだけど。そうだからね。え、でも絆創膏って商品名なん？絆創膏の中のケアリーブとかバンドエイド、バンドエイドも使いますけど、あれバンドエイド使うっけ？いや、わかんないな。そうだから私最近それがねよくわかんなくなってきてるんですよね。まあ、だけんその地域でよく使われてる絆創膏、ん？わからんけど。でも私はいつだってケアリーブよ。そう、ケアリーブが私は一番好きです。ケアリーブが。でも絆創膏って呼びますね。ごめんね、お腹鳴ってると思います。聞こえてるかは分かんないけど、みんなケアリーブ知ってる？もう私が一番大好きな絆創膏です。もうあれをねよく使ってる。私本当に、まあ、今も絶賛そうなんですけど、あの指の皮がよくむけるんです。で、私そういう時にめっちゃ気になっちゃうから絆創膏を貼るんですけど、ケアリーブはね本当にいいです。めっちゃ指にフィットしてくれるから、もう私はケアリーブがね大好きです、絆創膏の中で。あ、絆創膏かカット版、あ、一緒だ。結構指にフィットするやつが好きなんですよ。割とさ、その絆創膏の生地自体がめっちゃ硬くて、なんか全然フィットしないし指曲がんないし、なんかめっちゃちょっと剥がれてるからめっちゃ気になるみたいなことが、あの私あるんだけど、割とそういうのがすごい気になっちゃうんだけど、ケアリーブはそういうのが全然気にならないからね大好きですね。やばいね、めっちゃお腹すきました。めっちゃお腹すいちゃったよ、どうしよう。ピース。そう、お昼はこれからなの。よいしょ。
お腹すいたからさ、急に口数減ったごめん本当に急に口数減って自分でもびっくりしちゃったもん。そう、よいしょ。もう昼ご飯の話はしちゃったしな、さすがに夕飯の話するのは早いしさ。でも大体私さ、お昼ご飯用意してお昼食べ始めたらもう夕飯のこと考えちゃうんですよ。そういう方いらっしゃいません？ああ今日の夕飯どうしようかなみたいな。そう、なんか用意される時は別にいいんだけど、自分で用意する時にああ今日の夕飯どうしようかなってお昼ご飯食べながら考えちゃうのよ。そうそう、あ、でも共感してくれる方いらっしゃって嬉しいです。ご飯食べたら眠くなる。お昼とかはね、特に眠くなっちゃいますよね。で、大体そういう時ってなんか動かずにじっとしてること多いじゃないですか。だからすごいうとうとしちゃうと思うんだよね。そういえばそれで思い出した。今日何時間ぐらい寝ました。でも寝たの1時前だから、それがね、12時半までに寝れてたらもっと完璧だったんだけどね。そうそう。やっぱ私もうほんとね、どうしてもちょっと微妙に夜型というかあれだから、なんかまあそうなんです、微妙に夜型、割となんか12時でもよしもう寝なくちゃじゃなくて、えまだ12時かみたいな、じゃあちょっとあれやりたいな、イエーイみたいな感じとかで思っちゃうからさ、そう超微妙な夜型、なん夜型って言ったら違うけど、でもそのちょっと夜更かしすることに慣れてしまってるって、あんま良くない、あんま良くないことをしてます。
とか昨日はなんかいろいろなんかスキンケア用品とかめっちゃ調べてたらね寝るの遅くなっちゃった。そう、なんかメイク落とし、私まあクレンジングバームっていうのを使ってるんだけど、それがなくなったから新しいの買ってみたいなーって思って、そう、なんかそれをねいろいろ調べてたらね、ほんとね遅くなっちゃって、テーペロって感じですけど、まあなんか私結構さ割と全然使えてないのに新しいコスメ欲しいとか思いがちでございますのよ。そう、特になんかまあアイシャドウとかアイライナーは結構ちゃんと使ってるから次の使うけど、やっぱアイシャドウが一番多いかな。そう、アイシャドウとリップがね一番なんか使い切れないまま新しいの買っちゃうことが多いですね。そうそうそう、まあおすすめのコスメっていうのもね何かによりますね。あのアイメイク系なのかそれともファンデーション系なのか、そうそう、それにもよります。前に買ってた可愛いメイク道具は使ったりするの？なんか言ってたっけ？やっぱ何も覚えてないです何も覚えてないかも。あ、初見さんありがとうございます。カムサハムニダ、ん？あれ？待って、ありがとうだったよね、違うっけ。いや合ってるはず、多分たまに不安になっちゃう。もう最近私ずっとねセザンヌのアイシャドウとたまにさくらちゃんのいつでものアイシャドウ使ってるぐらいですね。結構やっぱ可愛いパッケージのアイシャドウパレットって多くってね、でも買ったりはしないですねあんまり。でもやっぱアイシャドウはなんか誰かにプレゼントするのとかにはまあ色味がなんかアイシャドウパレットとかだとだいぶね嬉しいと思うんだよね。なんか誰でも使いやすそうなやつとかはいいと思う。それか超奇抜なや、まあ超奇抜なやつはだいぶ冒険ですけど、そう、例えば皆さんここで聞くことじゃないんだけど、今月の29日ってさみんななんか予定入ってます？
まあね、そうこういうことを言う聞くとさ、なんかあるんかなとか思うやん、思うよね。まあそれはご想像にお任せしますなんですけど、そう、そう29日、でまっさらな人もいるっちゃいるのか。よいしょ。生誕祭ね、結局21歳もできないまま迎えちゃいそうです、22歳をそう結局もう2回すっ飛ばすことになるよ生誕祭。そうマジです。あでもやっぱ前例がいらっしゃる。まとめます、二十歳からまとめますやんね、生誕祭もほんといつになることやら。まとめ出し、まとめ出しにも程があるじゃん。いやそんな程じゃないけどねあんま程でもないですけど。まあできれば29日は一応開けておいてくれると嬉しいなーっていう感じです曖昧、曖昧すぎる。まあそれによって皆様が何を想像するのか、思ったより大きいことを想像されると私もめっちゃビビるんですけどそういえばさ、この前みかんの皮にお姉ちゃんが世良真澄さんの顔描いてくれたけど、もう皮がねパリッパリになってるからちょっともう捨てた方がいいのかなって思ってるんですよ。一応写真は撮ってるからさ、でもなんかちょっと捨てるのちょっと勇気いるわはい、ということでじゃあ30分経ちましたので、今日は一旦お昼はここら辺で終わりにします。さあ私はご飯を食べてくるよ。13位からランキング見ます。13位、山さん。12位、HHHHH さん。11位、彩色顕微さん。10位、ガウリーさん。9位、スーさん。8位、シンジさん。7位ロミツさん。6位、アキラ方言営業中さん。5位、モノサルさん。4位、プレジョンさん。3位、マモさん。2位、夏目さん。1位、がはやちゃんさんでした。それではまた今日の夜にお会いしましょう。じゃあまたね、また夜に。みんなお昼から頑張ってね。頑張れ、ファイト。